はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、土地区画整理事業の建築制限について解説いたします。これ非常に重要なんで、ちゃんと流れを頭に入れていただければと思います。ただ今回、細かい仮勘違だったりとか、勘違処分の内容については、お話ししません。まあ、大まかな流れを頭に入れていただいた上で、細かいこの建築制限についての解説を行っていこうと思います。で前回の土地区画整理法の施工者についてお話した動画の中で、民間施工の場合、知事の認可が必要ですよっていう話をしたと思います。で、それがこの流れでいうこの部分なんですね。この部分。この部分にあたります。どういうことかというと、まず、土地区画整理事業を行っていこう、工事を行っていこうといった場合に、まず一番最初に事業計画を作るんですね。で、事業計画を作った上で、で、その事業計画について知事の認可を受けます。つまり、こういった計画でやってきますんで、認可くださいって言って、認可をもらいますと。で、認可をもらうと、知事は広告をするんですね。みんなにお知らせをします。あるここの区域について、土地区画整理事業をこれから行っていきますよっていうふうに、広告、みんなにお知らせをするんですね。で、こう、お知らせをするってことは、これからも工事やりますよっても決定したって話なんです。で、その後に、勘違計画の作成をします。この勘違計画ってどういうことかっていうと、例えば、こういった細い道があって、この AB っていう土地は、土地が不整形、形が悪くて使いにくい。また、前の前面道路もぐにゃぐにゃしてるし、細い。だから、これから工事を行って、こんな土地にしますよと。正方形、長方形で使いやすい土地にしますよと。で、A さんっていうのは丸1の土地を使って、B さんっていうのは丸2の土地を使いますよ。これが勘違計画なんですね。新しく割り当てる土地の計画。つまり A さんは新しくこの土地を割り当てます。B さんは新しくこの土地を割り当てます。みたいな計画なんです。まあ、これも、計画を作成して、また知事の認可をもらわないといけないんですね。で、さらには仮勘違っていうのもあるんです。まあ、仮勘違っていうのは、これ簡単に言うとですね、この図で言うと、二つの区画しかこれ工事しないんで、これすぐ終わっちゃうんですけども、これ大きな工事になってくると、もう3年、4年、5年ってかかってくるんですね。そうすると、後に続くこの勘違処分っていうのは、実は基本的な原則としては、全部の工事が終わった後じゃないと勘違処分できませんよ。つまり、A さんは1番、B さんは2番、で、C さんは3番、D さんは4番みたいな感じでずっとね、一つ一つ割り当てをしていきますよね。割り当てをして、全部終わった後に、決定って言った感じで、勘違処分っていうのをやるんです。勘違処分っていうのは決定です。で、仮勘違っていうのは、決定はしないけども、まあ、ほぼほぼ決定ぐらいな、まあ、イメージなんですよ。だから、決定するには全部の工事終わった後じゃないといけない。でも、初めの方に行った工事っていうのは、もう、ほぼほぼ工事終わってるんですよ。ってことはもう使えるわけじゃないですか。もう終わってるわけなんで。だから、勘違っていう風に、完璧に決定はしていないけども、仮に勘違与えますよ、という風に、例えば A さんはもうこの1番で決まってるわけだから、A さんにはじゃあ仮勘違としてここ与えますよ、っていう風に指定するわけなんですね。で、まだ他のところは工事やってるんですよ。もしかしたらやってないかもしれない。やってないかもしれないけども、工事終わったから、あなたはここ使っていいですよ。仮に指定しますよ、っていうのが仮勘違なんですね。で、全部の工事が終わって、勘違処分を行います。で、勘違処分を行ったら、これをみんなに広告します。お伝えをします。で、これで終わるって話なんですね。まあもちろん最後に登記とかを行わなければいけないんですけども、まあ大まかな流れはそんな流れ。で、ここの認可の広告をしてから、勘違処分の広告するまでの間、ここっていうのは基本的には、まだこの辺は工事は行ってないけども、まあ工事をやるよって決定してから工事が終わるまでの間っていうのは、その、施工区域内、工事をする区域の中で、事業の施工の障害となるような行為を行ってもらったら困るわけなんです。つまり、こうね、土地区画整理を行うって決めたにもかかわらず、ある人が勝手にですね、ブルドーザー入れて土を入れたりとか、もしくは土を持って行ったりとか、したら困るわけなんですね。または建物勝手に建てたりとか、増築したり改築したりとか。困るわけなんですよ。そういった行為を行う場合は、知事等の許可を取ってくださいねってことです。土地の形質変更、これは先ほど言ったブルドーザーで土を入れたりとか、土を取ったりとかする話ですね。で、建物の新築。まあ、これは先ほど言った通りですね。建物建てることです。あと増築とかもダメですね。
まあ、そういったことを行う場合は知事の許可を得てくださいねって話なんです。で、知事等って書いてあるのは、例えば、大きな横浜市とか名古屋市とか大阪市とかっていうのは、知事じゃなくて、市長が知事と同じ権限を持っているんですね。だからそういった、指定市町村長っていうんですけども、まあ、大きな都市については市長が、許可をしますよって話です。まあ、基本的には知事って考えてもらって問題ありませんので。なのでこういった事業の施工の障害の恐れがある行為を行う場合は、知事の許可を取ってくださいねっていう話なんですね。で、この知事の許可を取らなければいけないっていうのが、これ建築制限って話なんです。まあ、これ建築しか書いてないんですけども、まあ、建築以外もね、土地の形成変更とか、まあ、そういったものも制限を受けるんですけども、ここからここの間で制限を受けるんだってことをちゃんと頭に入れておきましょう。事業の認可の広告があってから、完治処分の広告、つまり工事が終わりましたよっていう広告が終わるまで、この間に事業の施工の障害の恐れがある工事を行う場合は、知事等の許可を取ってくださいねっていう話です。まあ、これ非常に重要です。まあ、よく試験にも出るところなので、ちゃんと流れを頭に入れた上で、あ、こっからここの間では制限があるんだな、建築制限があるんだなっていうところを頭に入れていただければと思います。で、弊社ネトスは個別指導を行っております。個別指導の概要については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。